1929年から1935年にかけて存在した中国共産党革命根拠地の位置、中国共産党革命根拠地は中国共産党が設置した革命拠点とした行政区画。農地解放を目指した武装革命初期のソビエト区、日中戦争における抗日根拠地、国境内戦における解放区としての三区分することができるが、 ここではこれら3区分をまとめて説明する。1931年11月7日、中華工能ソビエト第1回全国代表会議が、随近で開催され、中華ソビエト共和国憲法大綱が通過、中華ソビエト共和国が成立した。しかし軍事的に優勢な南京国民政府の前に、劣勢であった。 中華ソビエト共和国はその行政区画である省、県、区の一部を実行支配したに過ぎず、また選挙によってその行政管轄範囲も頻繁に変更が加えられ、旧来の行政区画を踏襲した行政機構を確立することはできなかった。同月、中央執行委員会第一回会議で中華ソビエト共和国各分行政区残条例が決定され、省、 県、区、里の4級行政区分が下記の通り決定された。1937年、日中戦争が勃発すると共産党は、抗日活動を展開、その実行支配地域は、抗日根拠地とされたが、第二次国境合作の合意により、国民政府の所轄とされ、その性格は、ソビエト区域と大きく異なることとなる。 公日根拠地の行政機構の名称は統一されて、おらず、変区政府、変区行政委員会、戦時行政委員会などの名称が使用され、行政主張も政府主席や主任委員の名称が使用された。国民政府と変区議会の命令のもとに、地方行政を実施し、その管轄区域の規模により一部変区政府には、町あるいは、ところが設置され、民生。 財政、教育、経済、建設、司法、軍事等の各業務を担当していた。変区政府には行政交渉及び行政正し冊し繊員交渉が設置された。行所は変区政府の行政権を執行する機関であり、選書は変区政府を補佐するものであった。例えば、進む殺子変区には、来進む、帰殺、帰中。 気熱の4行所が設置され、行所の下部に複数の船所、その船所は複数の県を所轄する構造となっていた。1945年、日本敗戦後再び対立した国民政府と中国共産党は内戦状態に突入、選挙区を有利に進めた共産党軍はその占領地域に解放区を設置し、地方行政機構を整備していった。 共産党勢力下にあった、抗日拠点はそのまま解放区に改編され、同年10月14日、戦艦年編区参議会中会委員会及び、戦艦年編区政府は共同通達を発令し、市や里の参議会を人民代表会と解消、参議会制度から人民代表会議制度へとその政策決定機構を改編していった。 選挙区に従い、小規模開放区が大量に出現すると、共産党は、省、行所、直轄市、選区、県、市による4級の地方行政体制の確立を目指し、末端行政組織としては、県、区、里の3級制度の確立が図られることとなり、各開放区の整備が推進され、その行政機構は、現在の中華人民共和国における、 行政機構の姿となっている。中華革命根拠地資料選編集下も構成人民、出版1982年。ありがとうございます。